さん、こんにちは。今日は、江戸時代の宅急便、飛脚についてご紹介するよ。現代人は、指定した時刻に、宅急便が到着しないと、クレームをつけるのが当たり前、と思っているよね。でも江戸時代、手紙や荷物を送るときは、どうしていたのか、ご存知でしょうか？相手にちゃんと届くだけでも、奇跡だったのか、はたまた意外に、正確に届いていたんでしょうか？それでは早速行ってみましょう。エミリア、今回は、江戸時代の飛脚について、解説するぜ。まあ、江戸時代の郵便会、どうだったのか詳しく教えてよ。よし、まず、飛脚の意味からだぜ。これは、速く走るもの、または手紙を運ぶもののことで、古代の駅政では、飛躍士と言われていたんだぜ。そして飛脚というのは、平安時代末期頃に現れて、中世以降には定着したみたい。へえ、交通手段が限られているから、健脚な人の仕事だったんだね。そう？それじゃあ、古代の交通、郵便事情はどうだったか、ざっと説明しておくぜ。大昔は、道路も整備されていなかったし、一般庶民は、気軽に旅行するような、余裕はなかったんだよね。なので、この頃の郵便事情は、ほとんどが政府、朝廷のもので、移動するのも役人だった。で、大和の国に都を作ったら、河内の国の港とを結ぶ道路から、整備していったんだぜ。そして奈良時代に律令制となると、地方からの産物などを都へ運んだり、役人や軍の移動のために、五鬼七道といって、山陽道や東海道などの、七本の幹線道路を新設して、駅伝制が敷かれたんだよね。駅伝制というのは、国の中央から、辺境までの道路に沿って、適当な間隔で、人や馬や車など、常備した施設を置いて、施設から施設へと、行き来することで情報を伝える、または使者が旅行するという、交通や通信の制度のことだぜ。なるほど。大昔は、舗装道路なんてなかったのか。うん。ちょっとたんま。え。だな。で、公用で旅する役人のためには、宿泊施設なども準備してあって、警備施設の積算もあって、治安確保もされていたんだぜ。しかし一般庶民用の旅館とかはなかったので、食料や寝具も持って旅行した、というんだが、これは開拓移民とカルザイとかで、事情があって、地方へ行く人のことじゃないかと思う。なので、庶民は途中で、行き倒れや病気になるものも多く、さすがに朝廷は、そういう人たちを救済したみたい。なるほど。楽しい思い出作りのための旅行なんて、まだまだだったのかい。そう？で、平安時代には駅伝制が崩壊し、それぞれの地方の国士たちが、運搬の馬や施設を準備した、ということで、地方の荘園からの、物資輸送のために、水運、船で物資を運ぶことが、発達したんだって。そして鎌倉時代には、西は京都の朝廷、東は鎌倉幕府が仕切ったので、二拠点での飛脚が整備された。特に幕府のある鎌倉と、京都の六波羅探題とは、頻繁に連絡し合っていたわけだね。次の室町時代は、機内で馬借や車借という、運送業者が出現して、物資の輸送を担い、ついでに手紙も届けたんだって。そうなんだ。だんだん輸送体制が、発達していく様子がわかるわね。だな。しかし戦国時代は乱世で、戦国大名同士が対立している状態だから、隣の大名の領国に、気軽に行けないようになった。関所が急増したんだって。この関所は、スパイやなんかを取り締まるための、安全処置でもあったけど、関線を徴収する意図もあったのだぜ。当時から、お伊勢参りはあったんだけど、伊勢の国には、120も関所があったので、お伊勢参り目的の旅行者は、関線が払えなくて、
引き返した人も多かったと言われてる。ええ、国内で税関があったようなものかい。伊勢神宮に行き着くまでに、そんなお金取られるなんてきついねえ。うん、ちょっとたんま。え。だな。しかし秀吉が天下統一する頃には、不要な関所は撤廃されたし、治安も回復したしで、商品も流通するようになって、交通量も増大したんだぜ。そして江戸時代に入ると、五街道と脇街道の、宿駅制が定められたんだけど、大名が2年に一度、両国と江戸との、参勤交代を義務付けられたので、急速に各街道や、天馬制度が整備されたのだ。そうか。参勤交代で大名行列が通ると、いやでもいろんな設備が整うわね。そう？そこで飛脚の誕生だぜ。まず、幕府専用の次飛脚。元和5年、1619年、京都諸子大の板倉重宗が、京都の馬借に一足を出させて、大津まで継ぎ立てを行ったのが最初だって。継ぎ立てとは、宿場ごとに飛脚を置いて、マラソンの駅伝みたいに、中継して書状を運ぶことだぜ。その後、寛永9年、1632年頃に、東海道の次飛脚が整備されて、寛文9年、1669年以降になると、各地の運送業者に、一足を出させるようにして、全国展開したんだよね。まあ、江戸の交通通信網ができたのね。うん、これは幕府の重要書類オンリーだから、次飛脚が通るときは、庶民は道を譲らなければいけなかったんだって。それと、大名の各藩ごとの天馬制度にも、幕府の指令を伝達するのに、軽飛脚制度を導入して、スピードアップを図り、七里飛脚、または大名飛脚の制度を、定めたのだ。これは街道の七里、約 28km ごとに、飛脚を中継させて、幕府の指示を伝えるものだったんだぜ。そうなの。幕府や大名のお知らせばっかりね。おう、江戸と大阪を、月に3回往復したので、三度飛脚、と呼ばれたものがあるぜ。これは大阪の陣直後の総領で、本来は大阪城代や、武用の新書を江戸へ運んだんだけど、その後は商人などの、私信も扱うようになったんだって。三度飛脚を商う業者たちは、民間飛脚も合わせて営んでいたので、かなり繁盛して、最盛期には、京都では100軒もの、飛脚問屋がひしめいていたんだって。だけど、街道の中継店の、天馬宿は公設なので、公用でない文書や荷物は、取り扱えないのだ。なので三度飛脚の業者は、公用の荷物に、民間のものを紛れ込んで、運んだんだぜ。へえ、それでこの飛脚に、手紙を運んでもらうお値段は、どれくらいかな？おう、大阪から江戸間の運賃は、重さで行くんだが、4文目、約 15g が1両、現在の約15万円くらい。それに重くなればなるほど、運賃は高くなるので、裕福な商人でないと、なかなか利用できなかった。だけど、米の先物取引が盛んになると、米飛脚というのが、日々変わる相場の動きを、全力で走って伝えたとか、飛脚業者が金融用を副業にして、物品を輸送途中に金を貸して、帰りに利息を請け負う、という風に、いろいろ儲かったのだぜ。なので、他の業者も、飛脚用に参入していた、というくらいなんだって。へえ、流通産業が発展していった、ということなんだね。うん、しかし明治3年、1870年に、前島密か、1835年から1919年が、駅帝権の神に就任。前島は、飛脚は日数も費用もかかるので、安い値段で新書を出せるようにと、民部、大蔵要衝会議に、郵便送用に関する建議を提出し、翌年、郵便送用の布告で、日本の近代郵便が発足した。そして政府主導で、
飛脚業者の説得がされて、明治6年、1873年に、郵便規則が公布されて、飛脚制度は終焉したんだ。前島は、郵便、切手、はがき、という名称を定め、日本近代郵便の父、と呼ばれていて、1円切手の肖像になっているぜ。まあ、それで飛脚はなくなったのね。そう。でも、三度飛脚の業者仲間が出資して、陸運元会社を設立。全国に、鉄道が敷かれたのに合わせて、官営郵便物や、一般貨物を輸送するための、運送請負業者となったのだ。その会社は、現代の日本通運だぜ。そうなんだ。ちゃんと生き残ってるのはすごいわ。以上、いかがだったでしょうか？江戸時代って、電車や自動車とかないけど、意外に交通や郵便も、しっかりしてたんだね。だよな。江戸から大阪まで、6日から8日で届いたなんて、すごいぜ。うん。一般的に江戸時代でぶち切られて、明治になって、すべて新しい日本で、仕切り直しみたいに言うけど、江戸時代に、すでに基礎ができてたことって、多いんじゃないの？それな、最近、江戸時代が見直されて、そういう見方がされてるんだよね。でしょ？他にもきっと、いろんな発見があるんじゃないかと思うわ。今回の解説をご覧になって、何か参考になることがあれば幸いです。いやいや、もっとすごい、江戸時代の飛脚について知ってるし、という方がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。高評価ボタンと、チャンネル登録もお願いします。それではまたね、バイバイ。